今ね、これ、なんだっけ、謁見が終わってマクシミリアンに、マクシミリアンだ、オルタスじゃない、謁見終わって1個目の仕事終わったと思ってたんだけど、それオルタスだっけの仕事まだだけど、謁見は終わってるよと。この段階ではブロンズなんとかエステラには売ってないんだよ。なんか動画で見せた方がいい。購入する、さっき見たからな。ええ、ちょっと待って、増えてる。いや、ヘンプホーツこれだろ。あ、これ 見なかった。さっき見たんだろ俺。あ、そうだ、これこちらの方でこうやってやんないとダメなんだよ。リベット、バジェットクリーム、知らねえな。俺拾ったやつの方がいいじゃん。これ竜変異しちゃったし、この間奴隷殺して。でレベルはもう57になってんだけど、こいつは作ったばっかりのキャラで、要は窓立てとを探しててレベルが上がってるだけなんだ。シナリオは全然進んでないけど。そうだろ、ないで、ブロンズないじゃん。でここもないよ。トラベラーズシャスリンネルチュニック、下の方行くとフェードスケールを、何これ、着てみたい、見たことないの俺。ウェアか、スカールベルト、これもう最初の頃からあるやつでしょ。で、これも最初からあるやつ、最初からあるやつ。ブロンズロリカは違うから、これ。誰か、あっちゃいるかな。ももは？あれ？なんでももになってないの？あ、ももか、これか。ああ、これか。ね、違うでしょ？ブロンズアーマーないよ。ヒーラーローブ、トラベラーズベスト。ほら、ない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 。ない。フェードスケールなんかかっこいいな。見たことないよ、これ。あ、何の特別効果もないんだ。実用性は問題ない。ああ、なるほどね。いや、ここはボロいもの専門だ。ないってこと。だから、もしウィキにそのこと書いてあるなら、ウィキがおかしい。日本の武器なんてさ、5年も6年前に書き終わってって、全然改定されてないから、間違いいっぱいあるからね。